現世での御帝13体とエスパーダの戦闘が続いていた。源流祭の劇を受け戦いに赴いた8番隊隊長享楽俊水はプリメーラエスパーダコヨーテスタークと対峙する。当初は戦いに乗り気でなかったスタークだが、室賀やソイホンらの戦いぶりを見て本気を出してくる。アランカルの少女リリネットと融合し真の姿を現したスタークは享楽に挑んでくるのだった。行くよ。群れを落としてここで叩き潰せ。戦慣れようと、それの一歩まで出てきとる。奴らにソウルソサイティの土を一歩たりとも踏ませてはならん。やれやれ、かくまってね。何が入ったら戻ってるとこっちまでさ。そうだ、これが片付いたら久しぶりに二人を捜査の方で振り出す。いやいや、これは僕の方なんだけどね。行こうか、行きたけ。僕の加点胸骨の能力は子供の遊びを現実にすること。わがままなもんさ。そこかい。こいつはどうだい。Yeah!
だと死んじゃうよ。こいつありがとう、優しいんだね君は。だけど君こそ家に帰るんだ。君はまだ子供じゃないか。こんな戦場にいるべきじゃない。誰が子供だ、バカにするよな。加点胸骨の能力は子供の遊びを現実にすること。わがままなもんさ。行くぜ、リリネット。あ、エチロス、そろそろ派手に行っちゃうじゃないの。行くぜ、リリネット。本気出しなよ、スカーク。仕方せんな。本気出しなよ、スカーク。が協力的じゃねえのが悪いんだろ。だいたいその格好でどこが頭かなんて分かりゃしねえよ。こいつは何だい、その技まだそんなもん隠してたってわけかい。何も隠してたわけじゃないよ。ただこの子がそういう気分じゃなかっただけさ。強いやつと戦わなきゃなんねえんだ。僕の加点胸骨の能力は子供の遊びを現実にすること。わがままなモンスター。どこへ行くの、スターク。一緒に行こうぜ、どこまでも。酒が飲めそうだ。